プロ野球選手、プロ野球選手とは、a 利を目的とする野球チーム、プロ野球チーム、またはプロ野球球団と呼ばれると契約し、年間シーズンの一連の試合に出場して、報酬を得ることを業とする野球選手のことである。この節でのプロ野球は、日本野球機構、NPB のみを指し、独立リーグなどは含まないものとする。 日本では一般の社会人が選手としてプレーする社会人野球が発達している。社会人野球という語は講義ではプロ野球も含めてあらゆる社会人が行う野球を指すが一般的にはアマチュアの社会人が行う野球を指す。さらに競技的意味として日本野球連盟に属するチームで活動する野球競技を指す。また、 企業内で組織されるチームが多く存在するが、あくまで企業内のクラブ活動の一つとして存在しており、工業目的で運営されているわけではない。基本的に様々な大会の試合で活躍することを期待されて企業に入社する日本の社会人野球の選手も企業の本業に関わる業務をほとんどせずに、実質的に野球のみで報酬を得ることがあるが、かつてシダックス野球部が該当。 社会人野球のチームは、企業名を冠する野球部などと呼ばれ、野球を専業とする独立した企業ではない点が、プロ野球球団とは大きく異なる。また、社会人野球の選手は、加齢や故障その他の理由によって、現役を引退しても即解雇とはならず、その企業で仕事を続けることもできる。逆に社の経営不振などにより配布、つまり、 野球部自体が消えてしまった場合は、その社の従業員である以上、他社への転職や、会社の許可のもとでのクラブチームへの在籍によってしか、野球を続ける段がなくなる。これに対しプロ野球球団に属する選手は、戦力外通告された場合は別の球団と自力で、選手契約を結ぶことができる。しかしどこの球団も手を挙げない場合は、コーチなどの指導者、野球解説者、 スポーツキャスター、タレントなどの道がなければ、全くの無職となってしまう。引退後。日本野球機構、NPB 加盟球団所属のプロ野球選手が、本人の意思により任意引退した場合、保有権がある最終所属球団の了解がない場合は、他の野球チームと契約を結ぶことができない。こういった待遇面の違いもプロ野球選手と社会人。 野球選手の異なる点であり、全くの無報酬というわけではないものの、社会人野球をアマチュアとする理由の一つでもある。逆に、日本プロ野球のチームで、報酬を得ないアマチュア選手として契約することは、認められていない。1日はハードでシーズン中は、休みがほとんどなく、火曜から、木曜の3日間が、チーム A、金曜から、 日曜の3日間が別のチーム B との連戦。1回3日を対戦カードと呼ぶ、高速時間も長い。一例を挙げるととなっている。デーゲームの場合、時間分だけ繰り上がるので、13時試合開始の場合は5時間、深夜に試合が終了した場合、朝早く起床し、練習を開始するため、さらにハードになる。月曜日は、試合がないだけで対戦相手の地元、または、 本拠地に移動する。なお、出場予定のない選手や試合中怪我をした選手を除き、選手が試合終了までに帰宅してしまうことが報じられることがあるが、このようなことをすると職場放棄とみなされてしまう。監督の采配に納得のいかない場合などに見られ、これが対談のきっかけにつながることもある。一方で、懲罰的な理由で監督が、 強制的に帰還させる場合もある。また、キャンプ中においてもオフ日が設定されているとはいえ、朝から深夜まで練習しており、ハードである。ビジターで試合を行う際は、選手は交通機関を利用して移動する。近距離であればバスもしくは、各自移動、遠距離で移動する際は、新幹線か飛行機を利用し、最寄り駅から試合会場まではバスで移動する。 混乱を避けるために、二つの班、例、新幹線と飛行機に分けて移動することが多い。長距離の移動は、飛行機を利用するが、飛行機嫌いの選手、スタッフもおり、その選手はできるだけ、新幹線などの交通機関を利用しているという。また、登板予定のない先発投手は、遠征を免除され、二軍の練習場で調整を行う場合もある。プロ野球選手は、 各球団と契約を結ぶが、税法上は個人事業主である。NPB 所属選手の報酬は、メジャーリーグや欧州サッカーなどと同様に、日本国内の他のプロスポーツと比べても破格である。支給は年俸制。2016年の NPB に所属するすべての支配下、選手登録選手、育成選手を除くの平均年俸は3、712万円である。 1980年代前半までは平均年俸は1000万円未満であったが、1987年、中日に移籍した落合博光が9回で、初めて年俸1億円を突破するなど徐々に年俸は上昇し、1993年の FA 制度が導入されると年俸の高騰が進んだ。年俸が1億円を超える選手は、1億円プレイヤーと呼ばれ、 一流選手のステータスとみなされることもある。NPB における年俸1億円以上の日本人、選手、1億円プレイヤーは、2014年シーズンでは61人で、あったが、2017年シーズンでは76人へと、増加している。NPB 所属選手は契約公開という形で、毎年契約を更新する、単年契約が、一般的であったが、 1993年オフに当時オリックスに在籍していた坂井務が3年という日本球界史上初の複数年契約を結んだ。その後、FA 宣言による他球団移籍が一般的になり、FA による移籍、あるいは他球団流出防止のための残留のいずれでも日本人選手、外国人選手を問わず複数年契約を結ぶケースが増えるようになった。 一例として、プロ野球選手の報酬は、各選手の活躍に応じて大きく変動し、成果主義の典型的なモデルとみなされることもある。報酬の支払いについて、定期昇給や、賞与の制度は定められていないが、成績に応じた出来高払いの契約を結んでいる、選手もいる。ただし、年俸の減額に関しては、野球協約92条で制限が設けられており、 年俸1億円以上の選手の場合40%、1億円未満の選手の場合25%を超える減額は原則行われない。プロスポーツ選手全般に言えることだが、プロ野球選手が現役でいられる期間はそう長くない。プロ野球選手の平均引退年齢は約2 9歳とされており、40歳を迎える前に引退する選手がほとんど出る。また、 選手の平均現役年数は約9年であり、長くても20年前後である。一方、例外的に長期にわたって、現役を続ける選手、フランチャイズプレイヤー、ジャーニーマンもおり、現役最長在籍記録は、山本正の32年、一軍公式戦出場実動最長記録は、工藤君康、中島聡、本、正の29年である。ちなみに、 2015年10月7日時点で選手として公式戦に出場した年齢では最年長記録は山本正の50歳1ヶ月最年少記録は戦前年少労働者保護規定なしが西沢道夫の1歳労働基準法児童福祉法下における最年少記録は高校を中退してプロ入りした古沢健二の16歳4ヶ月である引退後は 監督やコーチなどの指導者、スカウト、スコアラー、打撃投手、球団職員などとして球界に残ったり、野球解説者となることが考えられる。しかし、毎年発生する引退選手に対して、野球関連のポストは限りがあるために、野球関連の仕事に就けない者も,も多数出るため、野球とは別の分野に就職することになる選手も多い。 NPB が2007年から2014年に対談した選手への調査を行ったところ、平均して2割から3割程度の選手が野球関係以外の道を選んでおり、進路不明のものも相当数存在する。野球関連ではない仕事で成功した例としては、親会社の計らいで映画俳優になった、柳忍やバンドを栄宮本はち、パンチ、佐藤のようにそのキャラクターを活かして、 タレントとして定着した者、江本武則、三沢淳、高橋栄一郎のように政治家になった者、他のスポーツに転向して活躍した、小崎正史、プロゴルファー、ジャイアント馬場、プロレスラー、宮本隆夫、競輪選手、竜高之、プロボーラーが挙げられる。また、玉ねぎ農家として成功した、河野博文。 うどん製造の修行をして、うどん店を開業した、上部強氏のように実業家として成功する例もあるしかし、こういった成功例がある一方、現役引退後思うような生活が送れない、元選手が自殺したり、犯罪に関わったりする事例もある。こうしたことから、プロ野球 OB が自助努力として、再就職をお互いに支援していこうという機運が高まりつつある。 例として、日本プロ野球 OB クラブは、パソナと連携したプロ野球 OB の就活支援活動、を行っている。また、NPB 側でも2010年代からは、選手のセカンドキャリアに対する支援を強化している。2013年には、日本野球機構と日本学生野球協会との合意により、学生野球資格回復研修を受けることによって、プロ野球 OB による高校、 大学野球の指導が可能となったことで、セカンドキャリアの間口が広くなったと言える。2016年までに850人以上がこの制度を利用して学生野球資格を回復している。NPB は2007年以来、毎年若手プロ野球選手に対して、セカンドキャリアに関する意識調査を行っているが、引退後に不安を感じていると答えた選手の割合は、 おおむね7割程度を推移している。また、引退後の希望進度については、高校野球の指導者と回答する選手が多数を占めている。アメリカ合衆国、カナダのメジャーリーグベースボール、MLB を、日本では、英語で、MLB の選手を意味する、メジャーリーガー、メジャーレガーといった言葉をそのままカタカナ語としていて、故障することがある、正確には、 メジャーリーグベースボールプレイヤー、メジャーリーグベースボールプレイヤーズという。メジャーリーグは、その強い競争原理から、日本のプロ野球より厳しい環境であるとされ、成績が伴わなければ契約が更新されず直ちに、自由契約、シーズン途中で、マイナーリーグに降格、故障で成績が上がらない間にトレードで代わりの選手が入れば、 戦力外通告など、選手は常に厳しい立場に立たされる。また、マイナーリーグとメジャーリーグには、選手の待遇に大きな差があること特徴で、両者の給料の格差を指して、マイナーリーグをハンバーガーリーグ、メジャーリーグをステーキリーグと呼ぶこともある。ただし、選手にとって厳しい面ばかりではなく、長年にわたって好成績を残し続けたり、 非凡な才能を評価されたりと球団にとって必要不可欠な選手とみなされた場合には年俸は天井知らずとなりそのようなスター選手の遺跡に伴う獲得合戦の際には数億ドル数百億円という大金が動くなどアメリカンドリームとも言うべき成功を収めることができるアレックス・ロドリゲスは二千七年十月にニューヨーク・ヤンキースと十年総額二億七千五百万ドル 出来高も含めると3億ドルの大型契約を結んだ。他、ジャンカルロスタントンは2014年オフに、マイミ・マーリンズとの間に、総額3億2500万ドル出来高の13年契約という、北米プロスポーツ史上最高総額の超大型契約を結んでいる。選手側も少しでも良い条件を引き出すために、球団と契約交渉を行うための代理人、エージェントを置くことがある。 それまでオリンピックを含む国際野球連盟、IBF、現世界野球ソフトボール連盟、WBSC 管轄の国際大会はアマチュアのみの出場であったが、他競技でのプロ解禁の流れを受けて1997年に IBF はそれらの国際大会へのプロ出場を解禁することになった。最初に適用された大会は、翌1998年の 第33回アイブフワールドカップ。同年のアジア競技大会では韓国がオールプロで編成して初の金メダルを獲得。2000年シドニーオリンピックは初めてプロ野球選手が参加するオリンピック大会となり、米国が正式種目となって初めて金メダルを獲得した。公開競技時代にはソウルオリンピックで金メダルを追っているが、キューバのボイコットによる不参加が大きかった。 日本が初めてプロを派遣したのは1999年のアジア野球選手権大会権シュドニーオリンピックアジア地区最終予選で、この時はプロアマ混合で挑んだ。初のオールプロで編成して出場した大会は2003年のアジア野球選手権大会権アテネオリンピックアジア地区最終予選であり、8年ぶりとなる優勝を決めている。これ以降、 オリンピック及びその予選会については、オールプロで出場しているが、それ以外の国際大会、アイブフワールドカップ、アジア競技大会など、は開催時期に合わせて、プロアマ混合、または、オーアマで出場している。しかし、これらの大会には、メジャーリーガー、40人、ロースター枠登録選手は参加しておらず、米国の場合は 3A クラスの選手で構成されている。ただし、米国以外では、 シーズンと重ならない大会にリロースターも含めて招集する場合がある。前出の1998年アジア競技大会の韓国代表には当時ロサンゼルスドジャース所属だったボクサンヒロシが含まれていた。背景にはこれらの国際大会の多くが MLB シーズン中、それも8月以降のプレイオフ争いも佳境に入った時期に開かれるためシーズンを中断するか。 各球団が主力を欠いて消化しなければならず、また大会において負傷したさえの保障など課題も多いため、各球団並びに選手会が消極的なのがある。この問題はオリンピック競技からの野球除外に至った要因の一つともされている。2006年からはメジャーリーガーも含めたプロ選手が参加するワールドベースボールクラシック WBC が行われており、 米国をはじめ、ドミニカ共和国などは、メジャーリーガーのみでナショナチームを結成した上で参戦している。他、日本や韓国、ベネズエラなど、メジャーリーガー要する国も、国内などの選手を加えた、オールプロチームとなっている。この大会は、アイブフの協力も受けつつ、MLB 機構が中心となり、MLB など、北半球主要プロ野球リーグのシーズン開幕前に、開かれている。 2011年に WBC がアイブフ公認の世界一決定戦となったのに伴い、アマチュア主体た,たるワールドカップを発展的解消した上で、WBC の中間年にプロ主体たるプレミア12が創設された。このプレミア12の第一回大会は2015年11月に開かれたが、ワールドシリーズ終了直後という開催時期の問題から、 MLB は40人ロースターに登録された選手の参加を認めなかった。そのため、MLB 選手会による40人ロースター枠発表後に行われた11月21日の決勝戦において、米国代表は3名の選手がこのロースター枠に入ったため出場できず、さらに試合も韓国に0の8で敗れてしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。